テングザルは、霊長目、オナガザルかテングザル属に分類される猿。本種のみで、テングザル属を構成する。ボルネオ島東道町オス66から 76.2cm、メス53.3から 60.9cm。オナガオス66から 67cm、メス55から 62cm。体重オスキログラム、メスログラム。 胴体は、赤葛色、頬や、尻、獅子、尾は、泡灰色。指跡の間には、水かきがある。鼻は、長く伸びる。俗名、レーザリスは、ラテン語の、鼻に由来し。種庄名、ラーバタスは、仮面をつけたのい。出産直後の幼獣の顔は青い。オスの成獣の鼻は、特に大型で長い。陰形は赤みを帯びたピンク色で、陰のは黒い。 ボルネオ島北東部の個体群を、アシュ、NL オリエンタリーズとして分割する説もあるが、このアシュを認めない説もある。マングローブ林、シッチリン、川辺林などに生息する。樹上生。一頭のオスと、メスからなる、小規模な群れを形成して生活する。白面白母子に小規模な群れ同士が集合し、約80頭の群れを形成することもある。 死ゆともに、群れから群れへ行き来する。泳ぎはうまく、水中で20メートルの距離を泳いだ例もある。驚くと樹上から水面に飛び込むこともあり、地上15メートルの木の絵から水面に飛び込んだ例も、ある。マレーシアのキナバタンガン川周辺の個体群での、2000から2001年及び2005から2006年の観察例から、 霊長類では初めて自然下で吐き戻し及び、咀嚼という半数に似た行動が確認された。捕食者として、ウンピオウ類、キングコブラ、マレーガビアル、ミズオオトカゲが挙げられる。繁殖様式は体制。妊娠期間は166日。1回に1頭の幼獣を生む。授乳期間は7ヶ月。生息地では、食用とされたり、 消化器官内で見つかる血石が薬用になると信じられている。森林伐採や農地開発、森林火災、採掘、エビの養殖地への転換などによる生息地の破壊、食用や薬用の狩猟などにより生息数は激減している。1975年のワシントン条約発行時から付属書愛に掲載されている。生息地では狩猟、 捕獲が禁止されている。一方でこれらは、周知や、資金不足、不十分な管理により、徹底されていないという問題がある。日本では2021年の時点で、ナサリース・ラルバトゥスとして、特定動物に指定され、2019年6月には、愛眼目的での飼育が禁止された。ありがとうございます。